暑い暑い暑い、ちょっと待って、めちゃくちゃ暑くない？この分かる、この汗かいてる感じ分かります？ちょっとさすがに暑い今日。今日な、驚くべきことがありまして、お部屋の掃除をしてたんですよ。部屋の中にゴミを置く場所っていうのを作っとんよ。まあめちゃくちゃ、まあそこが溢れ返っとんやけど、もうゴミで溢れ返っとんやけど、そこにまあ段ボールとかも置いてるわけよ。なんか自分、いやそんなんさ、自分も片付けんってさ、みんなさ有名じゃないですか。だから段ボールも畳まずに、もうそのもう四角のままボンボン置いとったんよ。もうその時点でもう部屋が汚いっていうのはもうバレとんやけど、それでな、その段ボールを片付けようと思ったら、なんか一個めちゃくちゃ重かったんよ。って思って、燃やしたらその中中身が入っとった。まだびっくりよな、びっくりやもんだ、自分も。ええって思って、それがまあアマゾンさんなんですけど、忘れとった自分買っとることを。もうな、多分本当に2ヶ月前1ヶ月前ぐらい、もう多分あの自粛が始まったぐらいに買ったんよ。でそれをずっとゴミのとこに置いとった。びっくり。じゃあまあ早速ね、これ開けていきたいと思います。2ヶ月ほど経っての開封。あ、重たい重たい重たい。もう開けにくいこと、開けにくい開けにくい、もうほんまに。ちょ、このさ、段ボールの開きにくさってさ、どうにかならんの？もう2020年よ今。さすがにさ、もうなんか開きやすくなってもいいと思うわ。ほらもう、ほらこうな、半分だけ取れるっていう、もうあるある現象なんよこれが。どうにかならんかねこれ。あら重たい本当に。そうなんです、 Amazon エコースタジオ買ったんよ。買ってたのよ、忘れてた、本当に忘れてた。2ヶ月前に買ったの忘れてたよね。本当に。なんで買ったかっていうのを思い出しとったんよ。思い出したところ、確か自分なスピーカーが欲しくて、あのスピーカーが欲しかったんよ。あの 普通のスピーカー買ったらよかったんやけど、まあ、買うならさ、やっぱなんかいいのがいいじゃないですか。いいのがいいと思って探しとったんよ、アマゾンで。なんかそれやったらさ、アレクサもついとる、アマゾンエコースタジオでもいいんちゃいますかって思って買いました。なんかめっちゃ楽しみやな、これな、普通に遊びたいもん。だって一人暮らしだからさ、会話がないじゃん。会話がないからね、アレクサさんと会話しようかなと思って。アレクサかっこよ、かっこよ。待って、かっこいい、見て見て、ちょっと本当にかっこいいんだけど。めっちゃかっこよくない？ほら、こんにちは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 。見えにくいな、ちょっと待って、結局な、段ボールが必要になってくるんよ。ちょっとじゃあ起動させてみたいと思います。うわぁ、びっくりした、熱いだ。近所迷惑とかなってない？これ。こんにちは。セットアップの準備ができました。はい、アレクサアプリを開いて画面の指示に従ってください。セットアップします。アレクサ、Spotify で音楽かけてくれます？ Spotify で再生します。全然書けんやん、お前。全然書けんやん。アレクサ。アレクサ？あれ？アレクサ？アレクサ、どうした？アレクサ？アレクサ、Spotify で、J-POP かけてくれませんかね？ちょっとアレクサ、頭を悩ましてるね。これちょっと本当に大丈夫？君。なんで音楽もかけることできないの？あんた。アレクサ、Spotify で J-POP かけてくれます？ビーンカルチャーを再生します。アレックス止めて。素晴らしい、素晴らしいよ。もうどうしよう、自分さ、もうこんなのさ、あれじゃん、自分もうほんとなんか、もうシティボーイになっちゃったんじゃない、自分もしかして。本当に自分、シティボーイなのじゃないかなって思ってきちゃった今最近、この頃。
あなたいい子ね、あなたいい子よ本当。どうしよう本当にさ、もうこれからちょっとアレクサとさ、もう日々話していく日々に送ってしまいそう。どうする？アレクサ、最近の趣味何？ちょっと難しいです。なんで？アレクサって会話できないの？待って、全然会話してくんないじゃん。え、もしかしてこいつゴミだったりする？え、もしかしてさ、こいつゴミだったりするのかな？それともさ、なんか何か設定しないといけないのかな？どうなんだろう。そんなことよりもね、今股間が痒い。アレクサ、猿の真似して。アレクサ、ハッピーバースデー歌って。おめでとう。アレクサ、あっち向いてホイしよう。わかりました。あっち向いてホイです。はーい、あっち向いてホイへようこそ。はじめにルールを聞きますか？聞きたいです。お前言う早いな。ちょっとお前、私がじゃんけんポンと言ったら、はい、グーチョキパーで答えてね。難しい難しい、また早いな説明。あんた答えてくださいね。じゃんけんポン。パー。私はチョキ。へへへ、勝っちゃった。クソウザ。あっち向いてホイ。左。ああ、同じ方向を向いちゃいましたね。私も左を指差しました。はあ、こいつあかんやろ。はあ、こいつこいつせこいぞ、こいつせこい。チョキグー、チョキパーの中から選んでください。チョキや言うとれ。じゃんけんパー。私はパー。あら、気がありますね。アイコでしょ。チョキブー。私の負けです。お、私はパー。あっち向いてほい。左。ふふ、ラッキー。私は下で違う方向を向きました。絶対こいつだか。危なかった。あ、絶対こいつあれ。じゃんけんしますよ。絶対こいつあれ。チョキグー、チョキパーの中から選んでください。でも分かった。じゃんけんグー。私はチョキ。ブー、私の負けです。あっち向いてほい。上。ふふ、ラッキー。私は下で違う方向を向きました。こいつ絶対せこいわ。これ絶対せこい。これ絶対せこい。こいつ、いや、もうやめよう、やめよう、もうやめよう、やめよう、やめよう、やめようや、やめたい。あっち向いてほい、やめましょう。グー、チョキ、パーの中から。やめさせてくれないんですけど。じゃんけん。アレクサ、あの、やめたい、もう。ちょっとわかりませんでした。は？また今度、私とあっち向いてホイしましょう。はあ、こいつ絶対せこいことしてます。こいつ絶対、だって後出しだもん。普通に考えてこいつ後出しだもんだって。ということで、シティボーイになった足立くんはこのアマゾンエコースタジオちゃんと一緒に同棲を始めたいと思います。アレクサ、今日から同棲がスタートしたね。ちょっとよくわからなかったです。ごめんなさい。まあ、これからね、仲を深めていけたらいいなと思いましたね。はい、アレクサよろしくね。これからもね、本当によろしくね。アレクサ、歌って。覚えてるよ。初めて君の声を聞いた時のこと。名前を呼んだら君が答えてくれた。ねえ、覚えてる？初めて一緒に迎えた僕のバースデー。照れながら一生懸命君が歌ってくれた。